おはかっぱ、岩手に生まれ銀河を泳ぐマジカルバッコちゃんの様子。6月といえば毎年ね、すごく賑やかなお祭りが行われるんですよ。え、何かって、そのお祭りはチャグチャグマットの季節が参りました。ということで、毎年6月第2土曜日はチャグチャグマコというお祭りが岩手県滝沢市と岩手県盛岡市で開催されるお祭りなんでやんすね。ああ、もうそんな時期かって思った今日この頃です。そう、チャグチャグマコって何のお祭りなんだって思ってる方結構多いと思うんですけども、岩手県内では昔から馬を大切にしてて、農業を頑張ってくれてる馬たちにお疲れ様という癒し、そしてあと無病息災をこうお祈りした馬の守り神である宗禅神社と駒形神社、この2つの神社をお参りする習慣が生まれました。そう、鬼越宗禅神社という神社から盛岡八幡宮という神社までは約13キロから14キロの道のりがあるんですけれども、その道のりを100頭近くの馬たちがこう小さいお子さんたちとかを乗せてチャグチャグって言って鈴の音をねこう鳴らしながら、その13キロから14キロの道のりを歩くお祭りなんでやんすよ。お馬さんたちが色とりどりのね綺麗な衣装を着て、こう鈴の音をチャグチャグって鳴らしながら歩く、そういうお祭りって実は世界的にもすっごい珍しいお祭りなんでやんすよ。チャグチャグ馬子は日本の音風景100選にも選ばれてるでやんす。だいたいその13キロ14キロって4時間くらいなんですけれども、そのお馬さんに乗ってるお子さんたちがね、またすんごい面濃くて、寝てる子とかいるとね、あー寝ちゃってるみたいな感じになるんですよ。沖道路をお馬さんとその子供たちがみんなでね歩いてっていう一大イベントなんですよ。この前実はカッパパ盛岡歴史文化館にいた時に、そのチャグチャグ馬っ子の格好ができる体験ができたので、それやってみたんですよ。それがこちら。あら、人間っぽい。盛岡歴史文化館に行くと、お馬さんのその模型があって、一緒に無料で写真を撮れるっていうあの体験ができるので、皆さんもぜひあのチャグチャグ馬っ子にいらっしゃる際は、八幡宮からちょっと近いので、ぜひね、あの盛岡歴史文化館にもお立ち寄りいただきたいなと思いやんす。皆さんもぜひチャグチャグ馬っ子お出てくなんせ。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ござんすござんす。